突然ですがラーメン屋に来てます。そしてなんとこちらにラーメンでちょっと引いて、はい、ボブさんどうも今日本当にお世話になっておりますありがとうございます。ロス重大のもう何年でしたっけ、30年、いや、あのそんなには年取ってないですいや生まれてないですそれ28年ですね。アメリカ、ロス28年ですか、うん、はい、アメリカ28年です。ロス28年の、あの、ボブさんが生まれて27年おかしいな、計算は今、ま、あの今日運転してもらってます。そしてなんとこちらにもラーメンがあって、このラーメンはなんとパンクさんが、またまたお邪魔してます。パンクさんが駆けつけてくれました。なんで私がいるんでしょうかということで3人でラーメンをいただきます、はい、ラーメングラです。いただきます。はい、ここのねラーメン屋で食事しました。やっぱりねロスは天気いいですね。でね、あんまり暑くないんですよ。シカゴに比べたらちょっと涼しい感じですね。それでね、ここのショッピングモールはね、なんかいろいろ日本語、はい、ちょっとアップしましょうかね。はい、これ丸松さん、そして隣がリン倫理研究所 USA、 はい、それから向こうの方にスタバがあって、チニーノとハワイのレストランですね。多分向こうの方にもね日本のなんかあると思うんですけども、なんかもうアメリカにね来てて日本語いっぱい、まあロスだからね日系人とか日本人とかいっぱいいますけども、思ったより多いなと思いましたね。向こうにもスリフトショップがあって、スリフトショップね、サインが分かりますかね、ほらこちらの花屋さんも、ね、フローリスト、花花、うん、全くそのままですね、花花って花を試食したみたいな、はい、こんな感じです。はい、じゃあ次の目的地に向かいます。こちらのゴルフ場すぐね太平洋の横なんですけど、この間まで大統領をやってたトランプさんの持ち物だそうです。空気が美味しいです。そして反対側手がなんか豪邸がいっぱい建ってます。ずっとずっと向こうの方にもいっぱい建ってます。カリフォルニアです。こっち来てお客さんを降ろしたら次のお客さんに呼ばれるまでずっとこうやって手が止めて眺めてる。餌とか与えたらダメなのかな、うん、一応あのあげちゃいけないあげちゃいけないようなっていうのはね、街が、うん、なってるんですけど、まあ人間のものは食べさせないですから。何食べてんの、
あれ虫とかあれじゃないですかね。ミミズとかじゃないかな、うん、あの芝生撒いたら芝生の種とか何にも来るんじゃないですか。今ね、ここマリナ・デル・レイに来てます。ヨットハーバーですね。向こうの方にあのほらこうして住宅地もいっぱい見えます。でね、ほらあそこに見えますか、オットセイ、オットセイかアシカかなんか泳いでます。ちょっとねアップにします。背泳ぎしてますね。溺れてるの？そんなことない。
ね、こういうところで、めっちゃね気持ちいいですね。まだ泳いどう。向こうの方にもね、アシカがいます。見えますか？ほらほら、これでいいの？もう動画撮ってます。ちょっと動画配信したら、これで OK なんで。あ、今もう配信してるんですか？グッサン、グッサン見えた。うん、なんかね、真っ黒くなってた。ああ、じゃあ、とりあえず乾杯しましょう。はいはい、お疲れ様です。お疲れ様です。乾杯。退職。何食べます？いっぱいあるでしょ。ここね、結構ありますね。でも焼き鳥ちょっとガンガン行こうかな。焼き鳥なの？ここ焼き鳥いいね。これ多分1本ずつのやつでしょう。何でも食べれるんだったらこれ盛り合わせを 3人前って言ったら3本ずつ来るんでしょう。そうしましょう。そうですよね、うん、盛り合わせを3つから。